仙台市役所では今朝、1階にある案内窓口に職員が募金箱を設置しました。今月3日、台湾で発生した大地震ではこれまでに死者13人、負傷者1100人以上が確認されています。仙台市は東日本大震災で台湾から義援金の提供などの支援を受けました。東日本大震災の際には本市の交流促進協定締結都市である台南市の皆様をはじめ台湾の方々から多くの支援をいただきました。ご恩に少しでもお返しできればと思いまして募金箱を設置いたしました。募金箱は市役所のほか各区役所、福祉プラザなど市内14カ所に来月31日まで設置されます。集まった救援金は日本赤十字社を通して被災者の支援に役立てられるということです。